くん。どうかな？うん、似合ってるよ。かなえさん、お世辞抜きでかなえさんのドレス姿は綺麗だ。それこそ何かの童話のお姫様にも引けを取らないほどに。今なんでかなえさんがドレスを着ているかというと、時間を遡ること2日前、その日も今までと何の変わりもない朝だったのだが。あきくん、まだお姉ちゃんは眠いよ。いや、なんでそれを俺に言うんだよ。眠いなら、俺の部屋のベッド勝手に使っていいから。ええ、一人で寝るのは寂しいよ。だから、一緒に寝よ。嫌ですし、俺は眠くないので寝るなら一人で寝てください。そうですよかなえさん。寝るなら一人で寝てください。それと、千秋くんにひっつきすぎです。ええ、いいじゃない。こういうスキンシップも大事だし、二人は付き合ってるわけじゃないんだから。そうですけど。とりあえず離れてください。いやだ。たまには私もアキくんに甘えたいの。この人が年上だという事実を俺は時たま疑問に思う。私だって千秋くんに甘えたいですよ。じゃあ、甘えればいいじゃない。これを聞かされて俺はどういう感情を抱けばいいんだよ。いいこと思いついた。お互いついた千秋くんを独占できるってのはどう？どういう感じにですか？例えば、私が秋くんを1日独占したら、しのちゃんは私と秋くんが何をしようと口出しや手出しはしないって感じで。もちろんしのちゃんが独占するときは私も何も言わないし、何もしないよ。聞くだけ無駄なの分かってますけど。俺の拒否権ってのは、ないかな。ごめんね。ですよねー。黙ります。で、しのちゃんはどう？その間に何してもいいんですか？まあ。アキくんや私以外に迷惑がかからなければ、基本何でもしてもいいけど、何するつもり？別にこれと言ったのは、まだ何も、ほんとかにゃー。本当ですって、ムキになっちゃって、しのちゃんは可愛いなぁ。私は可愛くないですって、それで、私の提案に乗るの？乗らないの？乗りますよ。うん。それじゃあアキくん、そういうことだから。了解です。かなえさんがうちに来てから、何か我慢してるみたいなのは変わらないけど、こないだのしのの様子がおかしく感じたのは俺の勘違いなのかな？まあ、この先も何もなければいいんだけど。そんなことも考え、俺はこの先のことを心配するのであった。あっついなぁ。あの後、先にかなえさんと先に1日遊ぶことになったのだが、なぜか外で待ち合わせすることに。はぁ？はぁ？お待たせ。定番な返しをするけど、俺も今来たばっかりだから気にしなくて大丈夫だよ。まあ、とりあえず歩こうか。うん。その後、俺とかなえさんはウィンドウショッピングし、休憩がてら喫茶店にいた。この間、私一人で出かけたことがあったでしょ。いきなりそんなことを言われ、俺は少し思い出しながら答える。そういえば、そんなことありましたね。あの時どこに行ってたんですか？確か夕方過ぎまで帰ってこなかったですけど。アキくんに言わなかったけど、様子見も兼ねて、おじさんとおばさんのところに行ってたの。かなえさんの言うおじさんとおばさんは俺の親のことだ。そうなんですか。どうでした？最初の状況をあんまり知らないからあれだけど、あんまりよくは見えなかったかな。特におばさんの方は、おじさんはなんとか普通に振る舞ってたけど、それでも、前みたいな元気はなかった感じはした。まあ、真っ当な親って感じでよかったです。あんなことがあって、何事もなかったように暮らしてたら俺が親を怒るところでしたから。原因を作った俺が何言ってるんだってなりますけど。何度も言うけど、あれはアキくんたち家族は何も悪くないんだよ。かなえさんがそう言ってくれると、少し気持ちが軽くなる気がするから俺は助かってるよ。そう言っても、自分を責めることを止めないくせに。確かに俺は止めないでしょうね。この後行きたい場所とかかなえさんはある？お家に帰ってイチャイチャする？イチャイチャはしない。今日一日は何でも言うこと聞いてくれるって言ったのに。一日独占することは了承したけど、俺はそんなこと言ってません。むぅ。アキくんのケチ。何でもいいですよ。それより、こんなところで立ち話してると、すぐ今日は終わるけどいいの？かなえさんとそんな話をしていると、見知らぬ人に声をかけられた。もしよかったらお二人でこれに参加してみませんか？声をかけてきた人はそう言うとパンフレットを見せてきて、そこにはブライダルフェアと書かれていた。かなえさんどうする？行ってみたい。ということなんで、参加してみていいですか？ぜひ、こちらとしても助かります。アキくん、どうかな？お世辞抜きで似合ってるよ。彼氏さんも彼女さんもお似合いですよ。彼女さんはとても美人ですし、彼氏さんも。かっこいいですから、お二人ともとてもお似合いです。なんで俺のこと褒めるときちょっと詰まったんだ。
それじゃあお二人揃ってのお写真を撮ってもよろしいでしょうか？はい、お願いします。そして俺とカナエさんは横に並び、写真を撮ってもらうのを待っていると、カナエさんに小声で話しかけられる。こうやってドレスとか着て横に立つと、本当に結婚するみたいだね。そうですね。アキくん照れてる。ああ、疲れた。お疲れ。あの結婚式場の人には悪いことしたかもね。ん？どうして？ブライダルフェアって恋人が結婚式の下見的な意味があるとかって聞いたことあるから、恋人でもない俺とカナエさんがああいう経験させてもらうのはどうなのかなって。それじゃあ、本当に恋人になる？カナエさん、結婚式の体験をしてきたのは約束もあるので我慢しますけど、それは約束を破ってでも止めますよ。冗談だって、さすがにそこまでのことは言わないって。それじゃあいいですけど、手出し口出しをしないだけで、家ではちゃんと見てますからね。ちゃんと約束守れてしのちゃんは偉いねー。それに、私とアキくんのデートについてこなかったみたいだし。私も邪魔されたくないですから、邪魔なんてしないよ。まあ、二人とも約束を破るような性格じゃないから心配はいらないだろうけど、多分しのは俺とカナエさんが今日いろいろしたことをあんまりよくは思ってないだろうな。翌日、しのが来たことないというので、俺としのはまずゲームセンターに来ていた。難しい。俺もこういうの苦手だから、気持ちはわかる。一通り遊び終わったし、他に行きたいとことかしたいこととかある？普通に散歩するだけでもいいかな。え？本当にそれでいいの？もっと他に、今日しかできないこととか。って言われても、私は千秋くんと一緒にいれればそれでいいから、千秋くんの方はどこか行きたい場所とかないの？行きたい場所。一つあるかな。それじゃあそこに行こうよ。多分楽しくないと思うけどいいの？うん、大丈夫。電車に少しの間揺られ、俺としのは人がいない海、入り江に来ていた。ここが千秋くんの来たかった場所？うん。今年は俺としのだけだけど、毎年この時期に家族と来てたから。毎年来るってことは、千秋くんたち家族にとってここは特別な場所なんだね。確かに特別な場所かな。冷た。しのは靴を脱ぎ、海の水に足をつけ小さくそう言った。家族とだけ来る特別な場所に私を連れてきてくれてありがとう、千秋くん。いや、礼を言うのは俺の方だよ。俺のわがままに付き合ってくれてありがとう。そういえば話は変わるけど、しのって昨日何してたんだ？昨日は一人で散歩したくらいで、特に何もしてないかな。私は一人ですることもほとんどないから。だから結構寂しかったんだよ。カナエさんと千秋くんのことを見てるだけで苦しかったし、そのまま千秋くんはカナエさんと一緒になるんじゃないかって不安でいっぱいだった。だから、二人がドレスやタキシードを着て写真を撮ってきた時は千秋くんに捨てられるって、思っちゃった。俺がしのを捨てる。そんなことあるのか？不安にさせたことは謝るよ。ごめん。違う。謝ってほしいんじゃなくて。俺はシノのことを見捨てたり家から追い出すことはしないよ。絶対。本当に？もう私を一人にしないでよ。嫌だよ。私、千秋くんがいなくなったらどう生きていけばいいかわからないし、一人で生きてく自信ないよ。今の俺には未来のことを断言できるほどのことはできないけど、それでも、俺はシノのことを、大事に思ってるから見捨てたりなんてしないよ。ここまで言っても最後の一言が喉で詰まる。自分の気持ちを相手に直接言うのが怖い。自分の気持ちを言ってまた誰かを失うのが怖い。誰かを傷つけるのが怖い。自分の気持ちをシノに言うことでシノを失うくらいなら俺は、自分の気持ちを言わないでいることを選ぶ。じゃないと、シノまで失ったら、俺もその先を生きていく自信がないから。いつの間にか寝てたらしく、目を覚まし少しの間最初に見知らぬ天井を見ていた。あれ？いつの間に俺寝てたんだろう。というかここどこ？ホテル？あの後何があったっけ？砂浜で買っておいた弁当。シノに睡眠薬か何かもられたか？男が同級生の女子にホテルに連れ込まれるってどうなんだ？そんなことを考え、起き上がろうとすると。おはよう、千秋くん。え？ああ、おはようございます。というか、なんで馬乗り？千秋くんが逃げないようにするため。この状況で俺がアドバイスするのもあれだけど、それなら手錠とかの方が良かったんじゃないかな。さすがに頑丈そうな手錠は通販とかでしか売ってなかったから諦めたんだよ。ほら、前に服とか買ってた時に千秋くん一人にバレないようにするのも大変だったのに、今はカナエさんもいるから。それでも睡眠薬的なのは近くで買えたと。うん。それで、俺をホテルに連れ込んで何が目的なんだ？千秋くんは私のことどう思ってるの？俺の質問はスルーですか？大事に思ってるよ。家族と遜色ないくらいに。違う。
違うの。私が聞きたいのはそうじゃなくて、千秋くんは私のこと好き？いえ。相手から聞いてきてるんだ。言っても失うことは。あ、言葉が喉に詰まる。詰まる喉を俺は両手で押さえる。ああ、たかだか一言が言葉にできない。苦しい。辛い。怖い。ごめん。今の俺には言えない。わかった。でも、千秋くんは私の行動を否定したり、嫌がったりしないってことは私のこと嫌いじゃないってことだよね。それなら、千秋くんが私のことを見捨てないって証明をしてほしいの。キスでも何でもいいから、ねえ。いいでしょ？シノはそう言うと、さらに顔を近づけてくる。いいのかこのままシノのこと受け入れて。俺はシノに気持ちを伝えてないのに。ちょっと待ってくれシノ。カナエさんとはキスできるのに、私にはしてくれないの？違う。そういうことじゃなくて、俺は、自分の気持ちを相手に伝えるのが怖いんだ。また相手を傷つけるんじゃないかって思って。シノが俺に捨てられるって怖くなるみたいに。俺も怖いんだよ。シノがいなくなるのが、だから、少し待っててほしいんだ。俺がちゃんと気持ちを伝えれるようになるまで。千秋くんがそう言うなら、ちゃんと教えてくれるんだよね。うん。ちゃんと俺の気持ちを俺の言葉で伝えるから。それじゃあ、ちゃんと待つ。それと話は変わるけど、最近のシノは何か我慢してるみたいだけど、大丈夫？大丈夫ではないかな。カナエさんが来てから、不安になることが多いの。カナエさんが悪いとかそういうんじゃないけど。自分はまた誰にも必要とされてないんじゃって思って、心が痛くなるの。大丈夫だから。俺はシノのこと必要としてるから。だから。お願い。いなくならないでくれ。千秋くんも私を嫌いにならないで。シノが俺に依存していたのはシノとの生活が始まってから気づいてはいたが、いつの間にか俺もシノに依存していた。一旦家に帰って、それからまたデートの続きでもする？うん、そうする。ごめんね。薬飲ましちゃって。気にしなくていいよ。シノを不安にさせた俺の責任だから。そんな話をし、俺たちは一旦家に帰るのであった。翌日、俺とシノとで買い物に来ていたのだが、俺が少し目を離したうちに、シノがいなくなった。